令和3年11月21日、阿蘇市にある阿蘇観光牧場のモトクロスオフロードコースで、グリーンバレー AAGP 新羅九州全日本大会が行われ、モトクロス界のトップライダーらが参戦しました。今年で4回目を迎えた AAGP 新羅九州全日本大会第8戦には、全国からおよそ300人のライダーが参加して行われました。モトクロスの入門者と子どもクラスのキッズ&トライ部門には8人が参戦。牧場の周囲 4.8 キロのコースを50分間走り、周回数を競いました。続いて行われたコンプ GP では、まず日本のモトクロス界のトップライダーが1人ずつ呼び込まれてスタート地点に並びました。そして最上級者のトップライダー、次いで上級者の順にスタートしました。コンプ GP は1周 14.3 キロのコースを3時間走り、周回数を競う耐久レースで、ライダーたちは山あり谷ありのオフロードコースをエンジンのアクセルを全開にして走っていました。中にはコースが狭くてライダーで混み合い転倒する選手もいましたが、それでも土煙を上げ、エンジンの音を響かせながら走っていました。